エマニュエル・ピロはイタリア出身のレーシングドライバー。エマニュエル・ピッョなどと表記されることもある。5度のルマン24時間レース優勝経験を持つ。11歳の時、カートレースでキャリアを開始。1977年にはイタリアカートレースでチャンピオンとなった。1980年にイタリア界フィアット・アバルトに転向し、初年度でチャンピオンを獲得した。 翌1981年にはヨーロッパ解散へのステップアップを果たし、初年度から1勝を記録。これを含め1984年までの4年間の参戦で、計6勝 4PP3 フロリダを記録。2年目の1982年のランキング2位が最高となった。1985年1986年は、オニクスレーシングから国際海産戦に参戦し、 計算賞 3PP3 フロリダを記録。世界ツーリングカー選手権では1986年1987年の参戦で三勝を上げた。1988年よりマクラーレン会1チームのテストドライバーを務める。一方、全日本会3000に参戦。最後のレースとなった1989年第4戦、鈴鹿では優勝を飾っている。 会一参戦時のピロ1989年シーズン、ベネトンはアレッサンドロ・ナニーニとジョニー・ハーバートのコンビでシーズンを戦っていたが、前年国際会参戦で追った足の傷の癒えぬ、ハーバートが第6戦アメリカ GP をもって解雇され、その後任としてピロが抜擢された。これに伴いピロは全日本会参戦への参戦を切り上げ、第7戦フランス GP にて、 1> 第1一デビューを果たした。しかし、ナニーニに対し大きく、遅れを取り、予選では10戦9敗。決勝でもナニーニが初優勝を含め4度、表彰台に立ったのに対し、ピロは入賞をも最終戦をオーストラリア GP での5位、のみという成績に終わった。結果的には6戦のみの参戦であるハーバートに、対しても、ポイント、最高位ともに下回った。1990年は、 スクーデリアイタリアに移籍した。ウイルス性腸炎で開幕2戦を欠場し、第3戦3割の GP から参戦するもリタイアが多く14レース中間層3回、最高位10位という成績でノーポイントに終わった。1991年もスクーデリアイタリアから参戦し、第4戦モナコ GP では6位に入賞した。このシーズンはジャット v 1 0エンジン搭載し、 前年と比較すると戦闘力はアップしたマシンではあったがシーズン全体では苦戦前半には3度の予備予選落ちも起死した結局1991年をもってピロは下位1のシートを失うこととなったアウディアール10 t d を狩るピロその後はスポーツカーレースに転向し1994年1995年にはイタリアツーリングカー選手権 1996年はドイツの STW カップで特にルマン24時間レースにおいては1999年からアウディを仮参戦。2000年から2002年、2006年2007年と5度にわたり優勝を経験している。2010年アブダビグランプリ、2011年マレーシアグランプリ、2013年韓国グランプリでレーススチュワードに任命された。 国際会3000選手権。編集全日本会3000選手権。編集会1世界選手権。編集アメリカンルマンシリーズ。編集ルマン24時間レース。編集セブリング12時間レース。編集ドイツツーリングカー選手権。編集ドイツスーパーツーリング選手権。編集イタリアスーパーツーリング選手権。編集。ありがとうございます。